お座敷コブラゼペットでピノキをやらせていただきました田中敦子です、この度ゼペットの上映会があります。4月の20日から22日までかな、金土日とありまして、私は初日20日の金曜日、参加させていただきます。でですね、シークレットゲストの方は本当にお座敷コブラファンの方ならもう皆様ご存知の方々がずらっと並んでいるんですけれども、その方とですね、当日もうぶっつけでやる、本編を丸々やるんだそうです。すごいことです。これは本当に役者としてはとってもこうスリリングで楽しみで、まあ、怖いですけれども、その方とお会いするのも私もとっても久しぶりなので楽しみにしています。なかなかね、公演中止だったりとかで皆様の前に出る機会もすごく少なくなっているので、ぜひ劇場の方で、会えたら嬉しいなと思っています。そしてもちろん私がやったピノキオの回のね、上映を見ながらのトークもありますので、そちらも一緒に楽しんでください。そして、私はハンドメイドをやってるんですが、えにし工房といいます。そちらからも何かこう特典を田中ピノキオの会話つけたいなと思っておりますので、そちらも楽しみにしていてください。それでは劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。